まだ空想というか仮説の段階なんですけど、ちょっとは単価上がるんじゃないかなっていうところの。さあ、こんにちは、ぬかさねです。前回僕の奥さんが牛出してきたみたいな釣りの動画を上げたんですけど、そこで、面白い売られ方をしてた牛がいたので、ちょっとそこを共有したいなと思います。で、何かっていうと、結論、この妊娠牛なんですけど、そこに受精卵で、妊娠した牛を販売して、その取引額が30万ではなく、そこからまた10万プラスぐらいの価格帯で販売されてて、それ僕のもともとアルバイトみたいな形でお世話になってた農家さん、僕と同世代なんですけど、そこが販売してて、すごい面白いなと思って、そこその場で話聞いて、聞いたら、なんか妊娠なかなかしない、不妊的な牛を買ってくれないかってことで買って、で、そこ彼が移植士の資格を持ってて、いい血統の牛の採卵は獣医さんにやってもらって、その B ランクとかを仮にこの安くで導入してきた妊娠不妊牛につけて、妊娠したと。で、それなりに管理の彼なりの技術があったと思うんですけど、そこでついて、販売して、すごいある程度な金額で売れてるので、このスタイルは面白いなっていうのがあって、ちょっと参考にしたいモデルに この僕の経営スタイルにはなってきてて、どういうことかというと、今回僕が30万で売った妊娠牛みたいな形で、30万で買ってきて、おそらくその子牛の血統自体もあまり、すごいいいものは30万で買えないので、30万程度の牛を買ってきて、その子牛も販売すると。で、その妊娠牛で買ってきた牛の産んでもらった母体にも今度は受精卵をつけて販売すると。で、そうなったら、妊娠牛の母体も売れるし、子牛も売れる。で、使用頭数は増えないんですけど、サイクルが、1年だったり1年半だったりっていう形で、半年ぐらいは早められるので、そこはすごい面白いかな。で、回収も、要は初期投資が30万で餌代かかったとして、それを子牛の販売と生牛の販売、30万で買って35万とか40万で売れればいいかなみたいな感じなんですけど、そこができるのかっていうところもちょっと今回チャレンジしてみたいところで、で、今月、今2021年の9月なんですけど、9月はなんか台風が来て、来月に競りが移動するということで、来月なんか競りが2回あるみたいなんですけど、そこで妊娠牛狙いながら買っていけたらなと思います。で、そこの放牧地、6ヘクタールの放牧地があるんですけど、そこに、母牛、購入した妊娠牛を、まず放して、餌食を過ごしてもらうと。で、分娩2ヶ月前ぐらいになって戻して、放し飼いして、で、子牛は、育てると。で、妊娠牛に関してはまた、受精卵を活用して、種付けを行うと。で、そこで今回、また後から動画で話すんですけど、生移植っていう、受精卵の生移植っていうやり方があるみたいで、本来だったら、採卵してその卵を凍結して、受精したい、牛みたいなところを、獣医が探して、販売するという、一度凍結っていう、手段を経て移植するのが普通らしいんですけど、それを
要は生移植ということで一度凍結せずに採卵した日に発情から7日後の牛がいたら仮にマッチしたらそれをつけれるっていう。でそれもあの B ランクを2つでつけるとかそういうあの A ランクではないのである程度コストも、削減できる形で、受精卵を導入できると。で、採卵を依頼した農家さんからしても、A ランクの凍結はするんですけど B ランクに関しては、まあ、B ランク C ランクに関してはあのなかなかあの凍結したら受胎する確率も減るし場合によってはもう採卵その BC はあの処分するっていう形もいう話も聞いたのでじゃそれを、こっちが購入させてもらってお金払うので購入させてもらって、周期が合う牛につけると。でこの周期合うのはこっちの、あのプログラムとかそういったのも活用したりとかで対応できるのかなというところもあるので、まあ、そこでどうにコストを下げて農家さんにとってもまあメリットがあるとで獣医さんにとっても移植士にとっても、まあ、あの移植代を取れるので、まあ、お互いウィンな関係でこの採卵して移植するという流れができるのかなというところはすごいあるので生移植っていうところに注目しながらやっていきたいなと思います。でまたそれでついた牛を、まあ、釣りにかけたり、まあ、ギリギリまであの分娩 1,2 ヶ月ぐらい前まであの放牧して釣りに出すと。そうなったらちょっとは単価上がるんじゃないかなっていうところも、もうちょっとやってみたいなというところもあるのでまだまだあの空想というか仮説の段階なんですけどちょっと今回の釣り出荷で見えてきたところもあるのであのそこは来月の釣りの値段見ながらまた共有していけたらなと思うので皆さんどうぞ今後の動画も楽しみにしておいてください。以上です。石垣島にお越しの方は南国スムージーコッパリンフルーツの味を贅沢に味わうことができる無添加スムージーを提供しております。ネット販売も行っておりますので、お土産やギフトとしてもご利用いただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。